ろしくお願いします。お笑いタレントダンディ坂野氏と原作者七月貴文氏の間で月契約の調印式が執り行われました。テレビアニメ俺がお嬢様学校に庶民サンプルとしてゲッツされた件が10月から放送されることになり、ダンディ坂野氏のフレーズゲッツの使用および監修に関する契約書、通称ゲッツ契約が締結されました。今回の契約締結によりダンディ坂野氏はゲッツ監修に就任し、さまざまな形で作品に参加することになります。今回、著作権というとあれですけど、そういうふう なんかゲッツを、監修というか、こうなんていうんですかね、ゲッツを使いますよ的な感じのこと初めてだったんで、多分僕だけじゃないですかね、そういうものを監修という形でフレーズのある芸人さんの中では僕が先駆けということで、ありがとうございます。嬉しいです。かっこいいゲッツか、ちょっとカメラに向かってやりますかね。ゲッツじゃないみたいですねじゃないみたいですよ。調印式にはオープニングを歌うアイドルカレッジも駆けつけました。せーの、ゲッツ。ナイスか。